館長998年7月13日は、平安時代中期の新言宗の僧。父は、歌天皇の御子厚見親皇。落外、広沢池ほとりの返上寺の十字であったことから、広沢僧上、返上寺僧上とも呼ばれた。926年祖父歌法王の下で出家し、948年間空から、感情を受けた。六十七年任那寺別頭を経て、 上元2年6月県立志、同10月県小僧図、ホーム、11月当時三長者、西寺別当に部人、加えて、広沢坊を五岩寺として別当に干せられたため、年に六度のがありと言われ、986年新言集では、初めて、また、日本では三番目の大僧上に至った。この間、遠遊天皇が受戒する際の歌謡賞を務めている。 1989年10月26日、遠友天皇の命により広沢湖畔に返上寺を建立した。この際の供養の記事が藤原さねすの日記正記に載っており、遠友法王をはじめとして多くの供養が参列したことがわかる。密教の自相、競争に詳しく、混合会次第、不動次第などを表している。また、 理主行独唱の恩長を整備するなど声明に通じ、東密生命中高の祖とされる。940年、平野正門が関東で反乱を起こした際には自ら関東に下校し、祈祷をしたとされる。その時に祈祷した不動明王本尊として創建されたのが、成田不動で有名な成田山新勝寺である。ありがとうございます。